こじこじ。桃子の絵物語館、こじこじ。こじこじは自分が何の生き物かも、なんでこじこじっていうのかも、どこから来たのかも全然知りません。なのにいつでも嬉しくて楽しくて仕方ありません。嬉しくて楽しくてここにこうしているだけなのです。こじこじはいつもどこかにいるんだけど、いつの時代に地球にいたのかわかりません。今はどこにいるのかな。呼んだら来るかもね。おーい、おーい、おいでこじこじ、こっちだよ。ほーら、来た。こじこじが野原に来て野いちごをむしゃむしゃ食べていると、クスクスっと笑い声が聞こえてきました。誰かな？こじこじが振り向くと、そこには男の子と女の子がいました。僕たち風の子供だよ。一緒に遊ぼう。こじこじはびっくりしました。風の子供？風の子供、こじこじは、あ、そうだと言いました。風の子供たちのことはずっと昔、誰かに見せてもらった絵本に書かれていたことをこじこじは思い出しました。風の子供たちは本当にいたんだね。時々春の声が聞こえたような気がするときは、きっと風の子供たちの歌声のせいだよ。もしかしたらこじこじの笑い声も聞こえるかもよ。こじこじは日本の国へ行ってみました。ここでは今、桜という花がいっぱい咲いていました。桜色ってこの花の色のことなのか。こじこじはしみじみ眺めました。桜色はピンク色でも桃色でもなくて、桜の花だけにある色なんだなぁとこじこじは思いました。桜の花びらは妖精になって待ってゆくんだね。こじこじは妖精が笑いながらひらひら飛んでいくのをずっと眺めていました。中国の2匹の竜が守っている玉をこじこじはそーっと覗いています。その玉の中には中国の人たちの忘れてしまった楽しい記憶がいっぱい詰まっておりました。中国の竜が怖い顔してるのは大切な思い出を守るためだったんだね。本当は優しいんだ。こじこじが南の島にやってきました。海岸のヤシの実がこの島に流れ着くまでの大冒険は面白かったよとこじこじに話し始めました。出発の日はね、いいお天気だったよ。だから歌いながら流れていたんだ。ヤシの実は笑いながら話し続けました。嵐の時は波乗りしたんだよ。面白かったよ。大きな魚に飲み込まれた時は潜水艦みたいだったよ。この島が見えた時は嬉しくて飛び上がったよ。ヤシの実はどんな時のことも笑いながら話していました。これからヤシの木になるんだよと言って、ヤシの実はまた嬉しそうに笑いました。南の島の風はヤシの実の笑い声を乗せて空に溶けてゆきました。オーストラリアのアボリジニのおじさんは、夢で見たことを絵に描くんだって。いつも面白い夢を見るんだって。アボリジニのおじさんは本当に面白そうにガハハッと笑っていたよ。おじさんは昨日飛べない鳥の夢を見たんだって。おじさんは夢の中で鳥に飛べるようにしてあげるって約束したんだって。おじさん、ブーメランにその鳥を描いたよ。おじさんがブーメランを空に飛ばしたら、ブーメランから鳥が飛び出したよ。鳥はうれしそうに飛んでった。おじさんはどうだって言って、またガハハって笑ってたよ。アメリカの西部の片隅で、馬になりたかった小さい木が小さい木馬になりました。木馬はずっと前に毎日会いに来てくれた一人の女の子のことを考えていました。あの子はいつも歌を歌ってくれたんだ。まだあの歌覚えているかな。木馬はあの子に会いたくて走りました。あの子のお家を見つけると、あの子はお母さんになっていて、男の子にあの日の歌を教えていました。あの子はあの歌を覚えていたね。よかったね。よかったのに、木馬とこじこじはなぜか涙が出てきました。歌声はいつまでもいつまでも窓の外まで流れていました。ドイツではビールを作る人たちが働いています。みんないいビールができますようにと頑張っています。ジョッキに継がれたビールの中で、泡粒二人が話しているのをこじこじは聞いていました。泡粒は、一緒に飛ぼうね。うん、一緒にそよ風になろうね。と話していました。順番に泡粒が飛んでいきます。二人の泡粒の順番が来ました。二人は、それ！と言って飛んでいったよ。本当にそよ風になってドイツの空高く飛んでいったよ。また会おうね。おしまい。